コチョウザメは、ユーラシア大陸に生息する、比較的小型のチョウザメである。黒海、アゾフ海、カスピ海に注ぐ大河と、帯川からエニセイ川までのシベリアの河川に生息する。公海性の個体群は絶滅しており、現在は、河川海遊性の個体群のみが生存している。肉、キャビア、アイシングラス等を得るために乱獲されたことや汚染、等のため数は減っており、 国際自然保護連合では、気球種と位置づけている。保護プロジェクトが進行しており、自然分布域以外の地域にも導入されているが、自立するところまでは行っていない。今日では、国際的な取引の大部分は養殖されたものである。最大で、体重1 6ラム全長1 2 5トルに達するが、通常は4 0トル程度である。 体色は様々であるが、腹の側面は通常は黄色である。ヨーロッパに生息する他のチョウザメとは、非常に数多くある側面の白いウロココウ、棒のついたヒゲ、細長い糞等によって区別される。主な餌は、訂生性の生物であり、甲殻類、全虫、昆虫の幼虫等を食べる。寿命は22年から25年に達する。オスは3から5歳。 メスは5から8歳で生成熟するが、シベリアの個体群はこれより成長に時間がかかり、オスは7から9歳、メスは9から12歳で生成熟する。産卵期間は4月中旬 -5 月末から6月、はじめ。産卵には12摂氏17度の温度が好まれる。メスは1万5000個から4万4000個の卵を産む。 プラハでの胡蝶ザメの展示胡蝶ザメの飼育には比較的広い池と良い水質を必要とする。胡蝶ザメは市販の魚の餌に含まれる植物性タンパク質を消化できないため特別な餌を必要とする。サツビと胡蝶ザメ肉質が良いことやキャビアやアイシングラスを取れることからロシアでは食物として徴用されている。ありがとうございます。